鬼大さん、悪鬼大さん。うわあ！私の目がおかしくなったのか、門の中に人がいたような。んなわけねえだろう、きっと見間違いだ。もう一回開けてみたらどうだ。おう、わかった。何度だって開け。毎日遊んでばかりでうちの子までたぶらかして、大さん大さん。あの人たち、豆の入ったお椀を抱えてたけど、一体どういうこと？あれは豆をまいて鬼を退治する人たちだ。親分は鬼だからな。なんつう恐ろしい光景だ。そもそもなんでここに稲妻人がいるんだよ。落ち着け、お前も稲妻人だろう。俺様は稲妻の鬼だ、人間じゃねえ。それよりも、この門はもしかして稲妻へ通じているのか。そんなわけないだろう。この場所どんだけおかしいんだよ。怪奇現象が起きてるとしか思えないぞ。開けたいやつは開けりゃいい。俺様はごめんだぜ。次は誰だ。おいパイモン、次はお前が行け。